7月23日、京都市は都市経営戦略会議を開催しました。この中で今後4年間の市政の羅針盤となる京都未来まちづくりプランの要点を示した骨子を公表。現在この骨子に対する市民の皆様からのご意見ご提案を募集しています。京都未来まちづくりプランは今後4年間の政策と行財政改革を一体として推進するためのもので、会議の冒頭、角川市長は危機感の共有、目標の共有、責任と行動の共有により、共に京都の未来のために努力していきたい、私が先頭に立つと力強く決意を述べました。その後、骨子の概要について各担当局から説明が行われました。未来の京都のまちづくりのため、骨子への多数のご意見ご提案をお待ちしています。詳しくは市役所案内所、区役所、市所などで配布中のリーフレット「未来の京都づくりアイデア募集」をご確認の上、郵送かファックスまたは京都市ホームページのご意見募集のページからお送りください。締め切りは8月31日必着です。